はい、どうも、いっちゃいです。お久しぶりです。暑いですね。今日はですね、黒松の植え替えをこれからやってきます。今日は8月21日ですね。まあ本当の真夏はあんまり植え替えしない方がいいと思うんですけど、このぐらいになってくると大体例年植え替えしても大丈夫かなっていう感じですね。ただ、今年とかは特に暑くて、いつもだったらね、植え替えてすぐ外出しちゃうんですけど、日向の方にね。ただ、この暑さだとちょっと危なそうなので、少し休ませたりとか遮光ネットの下とかで、まあ、1週間とか置いといた方がいいのかなとは思いますけど、一応できますと、はい、で、やるのはこれですね。これをこれに植え替えようと思います。まあ別にこのままでもいいんですけど、ただ適当に入れただけなんでね、ちょっとまああんま面白くないなと思うんで、少し控えていこうと思います。まあ、鉢はですね、例によって僕のやつですね。なので鉢底ネット全く使わずに、ただ単に針金でざっくりと見たらだけ。はい、ではここからは天の声の一夜がナレーションします。この夏の植え替えはですね、今植え替えてる黒松だけじゃなくて、赤松も同じようにできます。で、昔は五葉松も、まあ夏にね、植え替えできたっていうことなんですけど、ちょっと最近は暑すぎるので難しいかなと思います。まあ絶対やったら弱りますよね。暑すぎるんで。もうちょっとこう、多分、そうだな、温度が30度とかいかなかった、いや、いったか。30度ぐらいだった、30年前とかぐらいだったらいけたのかな。今はちょっと厳しそうですね。でもまあうちでも遮光ネットの下に五葉松置いとくと、やっぱこの時期ちょっと芽が伸びてきたりとか、根が少しだけ伸びてるのが見えたりとかするので、まあ温度が高すぎなければきっとやれるんだろうなと思います。まあ北海道とかだとできるのかもしれないですね。まあ作り方としては、僕はまあ一般的じゃない方の作り方を基本的にしてる感じですね。なので目切りして太陽法を使わない、目切りして太陽法をするっていうことをしない感じですね。なので4月から伸びてきた芽を、まあ一旦そうですね、5月ぐらいだったかな、ちょっと途中で一回芽摘みします。まあ伸びすぎないように。でそれをやった後は、あとはそのままほっとくっていう感じで、育ててます。でそうすると同じ鉢にずっと入ってるので、まあ、長くこう持ち込むと、でもね、そんなにこう伸びなくなってギュギュなので、まあ、ちょっと土潰れちゃって水やりが難しくなるんですけど、まあ、その感じで根が伸びなくて葉も伸びないようになってきて、まあ、自然と短く葉が止まるっていう風に、まあ、作ってますね。まあ、手間は少なくて楽なんですけど、ただちょっと水やりがシビアになるので、僕の場合だと小さい鉢に本当にぎゅうぎゅうに入れちゃうと5年ぐらいで弱ってくるかなっていうところなので、そこまでいくとどうしてもね、まあ植え替えやるかなっていう感じになってます。長い人だともう植えたらもうずっと買えないとか、10年とか当たり前で入れとくっていう人もいるんですけど、ちょっと僕にはまだ難しいかなっていうところで、5年ぐらいで植え替えてます。でそれとは全く対照的に、鉢の中に根が伸びるスペースを結構作っといて、で水やね、肥料を結構たくさんあげて、で6月末とか7月の頭ぐらいに芽切りを、今年伸びた芽をこう元からごっそり切っちゃって2番芽を吹かせて、で、葉を短くするっていう方法もあります。まあ、そっちの方は比較的こうどん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 元気に太く太くっていう感じなので、まあ結構対照的なので、まあ好みの方で作っていただければと思います。まあ、太くしてですね、もっとこう元気よくしたいっていう方はそっちの方がいいと思いますし、あんまりその太くせずに小さいままでなんとか留めていこうっていう方だと、まあ僕みたいなやり方の方がいいかなとは思います。好みですね、この辺は。どっちがいいとか悪いとかは全然ないので、両方やってみて合う方でやって、まあ、続けてみてもらえればいいのかなと思います。でちなみにですね、この使ってる横に今置いてあるんですけど、ハケ、100円ショップのなんですけど、なかなか便利なので、良ければ使ってみてください。土が広がった時にちょっと掃除するのに、前は手でね、どかしてたんですけど、ちょっとやりづらいので、あえてハケでね、さっさと履くと結構楽です。
で、ちなみにですね、僕は用土は基本的なとこだと、桐生砂と赤玉土だけを使ってて、鉢底ネットじゃないや、鉢底石として、桐生砂のちょっと大きめのを入れます。で、それを敷いた後に、もう今は赤玉土の単用ですね。まあ、僕の作る鉢に、まあ、そもそも植え始めているので、ほとんどの盆栽をね、粗い粘土を使ってて、結構ね、水とか空気の通りがいい鉢なんですよ。釉薬かかってたりするんですけど、それでも結構乾きやすいので、もう保水のことだけ考えて、あんまり排水はまあまあ勝手抜けるからいいかなっていう意味で、赤玉土の小粒を使ってます。なんだかんだで多分ダオン鉢とかよりも、なんていうか乾きがいいような気がしますね。粘土がこう粗い分、その、鉢の中にその空間が少しできてて、まあ石とかもあるせいなんですけど、そこにこう水がこう吸われていくような、そんな時がありますね。空気が入ったりもするので、そこら辺でこうね、風通し良くなったりとかっていうのもあるのかなとは思います。で、まあ一応そうですね、木は針金では止めるようにはしてますね。自分のものだったら、針金すら本当はつけたくないので、なんとなく、こう、木を入れて、土をこう、うまいこと押し込んだ後は、まあ何もせずにほっといて、根が伸びて、こう、ギュッと締まって止まるまで、本当はそのままにしたいんですけど、なかなかそうもいかないし、もし誰かに売るとした時にですね、それだと困るかなと思ってるので、一応止めてます。さて、まあ、ぼちぼちできてきてるみたいなので、そろそろ、向こう側に戻します。はい、どうでしょう、完成しました。いい感じじゃないですかね。まあ、と思ってるのは僕だけかもしれないですけど、なかなか元の状態よりもこう、なんか景色がっていうのかな、格好がついた気がします。あとはこれで本来だったら日向に出せるんだけど、ちょっとだけ遮光ネットの下を置いといて、なんか調子が大丈夫そうならそのまま日向に出そうと思います。